ミエフエボリューションは三菱自動車工業がパイクスピークインターナショナルヒルクライムに出場するために開発した競技専用車両である。三菱自動車は2012年3月にプロトタイプ EV で PHC に参戦することを発表した。2009年に終了したダカールラリー以来のワークス体制を敷いてのモータースポーツ活動となる。参加年計画で 将来の量産者技術開発を目的とし、2012年はクラス優勝、2013年は総合優勝、2014年はクラス優勝を目標に置いた。三菱は2012年3月にプロトタイプ EV で PHC に参戦することを発表し、5月に参戦体制とともに、I.M.F. エボリューションを発表した。2012年大会には、I.、E ミエフエボリューション1台と共に北米仕様のアイ・ミエフ1台を参戦させる。チーム監督は増岡博カ・が務める。ドライバーはアイ・ミエフエボリューションを増岡がアイ・ミエフはベッキー・ゴードンが務める。スチールパイプで組まれたフレームにカーボン製カウルを組み合わせたプロトタイプマシンで市販車のアイ・ミエフをベースにしていないがカウルにアイ・ミエフの衣装が取り入れられている。 モーター、バッテリーセル、インバーター、メーターパネル、チャゲも規格の充電システムは、i ミエ f のものを、足回り、ラジエーターは、ランサーエボリューション X のものを流用している。i ミエ f の Y4 回1型モーターを前輪駆動に1機、後輪駆動に2機搭載する。市販車の仕様で確保しているマージンを削り、インカ電流、電圧を引き上げることで 47kW から80。 キロワットに出力を向上させている。後輪の2機は結合しており、左右独立駆動制御は行っていない。バッテリーは IMF で使用しているバッテリーセルをパッケージングして35キロワット分搭載する。8日に行われた練習走行の2周目で、マスオカはコースアウトし、マシンを損傷した。マシンの修理は11日までかけて行われ、 9から10日の練習走行で、マスオカは、ベッキー・ゴードンの i m エ f を使用して、練習走行を行った。決勝は、EV クラス主位の TMGEVP002 から、約15秒遅れの10分30秒850で、走行し、EV クラス2を獲得した。2013年5月16日、PHC2013 への参戦を発表。同時に体制と新型車両、 ミエフエボリューション2を公開した。2013年大会には2台のミエフエボリューション2を参戦させる。監督は、前年に続き、マスオカが、ドライバーは、マスオカと二輪で6度の優勝経験を持つ、クレッグ・トレーシーが務める。2013年参戦者アリオは、愛の名前を外して、ミエフエボリューション2となった。市販車のモチーフを取り入れることを止め、 グラウンドエフェクトを積極的に利用するなど、空力性能を追求した。i、Mief Evolution と比較して、ドラッグ値は同等のまま、ダウンホース量は4倍に向上している。ドライバーの両サイド、背後にバッテリーを積んでいたレイアウトを、バッテリーを床下に敷き詰めその上にドライバーシートが乗るレイアウトに変更している。これによりドライバーの着座位置は上昇しているが、 重心は低下した。モーターとバッテリーは量産を試行した先行研究品を使用する。モーター数は4機に増やされ、1機あたり 100kW、合計 400kW の出力を発揮する。前輪は2つのモーターの駆動力を LSD を介して配分し、後輪は左右1つずつのモーターで独立駆動する。バッテリーは 50kW に増量された。4輪ブレーキ制御。 後輪の左右駆動力制御を組み合わせた S、AWC 制御を実装した。25日の練習走行はマスオカがクラス1位、トレーシーがクラス2位を獲得。26日の練習走行はトレーシーがクラス1位、マスオカがクラス2位を獲得。27日の予選はトレーシーがクラス1位、マスオカがクラス2位を獲得。 28日の練習走行はトレーシーがクラス1位、マスオカがクラス3位を獲得。練習走行、予選を通して上位を占有した。決勝では出走前に好天となり、ウェット路面を走行することになった。マスオカがクラス2位、トレーシーがクラス3位を獲得。ウェットコンディションを想定したテストもセッティングもできていなかった。 2014年6月2日、PHC2014 への参戦を発表。新型車両、m i エフ f エ Evolution 3を公開した。監督、ドライバーは、前年同様、マスオカとトレーシーが務める。前年の m i エフ f エ Evolution 2をベースに改良を、加えている。空力面では、フロントスポイラーの拡大やカナードの追加などにより、m i エフ f エ Evolution 2に対して1.5倍の、 ダウンホース量を得ている。モーターは電圧設定の見直しにより1機あたり1 1 2 5ットに上昇した。バッテリーは前年に使用した個体を引き続き使用している。SAWC 制御にトラクションコントロールを追加した。25から27日の公式練習走行では3日間を通してトレーシーがクラス1位、マスオカがクラス2位を獲得した。 決勝ではトレーシーが9分08秒188で EV 改造クラス優勝、マスオカが9分12秒204で EV 改造クラス2を獲得した。ありがとうございます。